ニューヨークやパリなどの世界の大都市巡りも魅力的ですが、美しい自然に囲まれた田舎町の旅は格別です。その国独特の文化が色濃く残り、他では得られない喜びがあります。またガイドブックには載っていない素朴な魅力に満ちた村々で、先祖代々受け継がれた文化が息づいています。ヨーロッパには未知の美しい光景が広がっており、絵はがきのようなフォトジェニックな写真が撮れること間違いなしです。そこで今回は世界中にある美しい村をご紹介いたします。ギリシャのサントーニ島北西部に位置するイア地区。イア地区は白い建物とブルーのドームの教会が美しい小さな町です。町自体はコンパクトで、お散歩感覚で気ままにブラブラと歩くのに最適で、中心部のフィラよりも静かでゆっくりとした時間が楽しめます。夕日が見える大人気スポットで、世界一と称される夕日を見るために多くの観光客が訪れます。メインストリートには洗練されたおしゃれなレストランやカフェ、可愛らしい雑貨のお土産屋さんが並び、メルヘンな雰囲気が漂っています。断崖絶壁の上に立ち並ぶ白壁の家々が絶景を作り出しています。フランスのアルザス地方のブドウ畑に囲まれた牧歌的な小さな村、リクビール。リクビールはアルザスワイン街道の中でも特に魅力的な場所の一つです。カラフルな壁の家々が立ち並ぶメインストリート、グランリュは、おとぎ話のような雰囲気を醸し出しています。観光客が多いものの、一歩裏通りに入ると静かな村の風情が感じられます。村は標高230メートルから936メートルにかけての山岳部に築かれており、防御上の理由で斜面に村が作られました。村の形は長方形で、一番長い直径も300メートルほど。この人口1200人の町には毎日数千人の観光客が訪れ、ワイン畑が広がる美しい風景を楽しんでいます。フランス東部のアルザス地方に位置する中世の景観が残る美しい村、コルマール。木組みの住宅と石畳の道が特徴で、旧市街には温かみのある建物が点在しています。第二次世界大戦での戦火を免れ、貴重な町並みが現存しており、アルザスワインも世界的に有名です。ドイツとフランスの文化が融合した街並みは、馬車での観光も楽しめ、メルヘンな雰囲気が広がっています。アニメハウルの動く城や美女と野獣のモデルにもなったコルマールは、そのカラフルで魅力的な世界観で多くの観光客を引きつけています。フランスのプロバンス地方にあるワシの巣のように佇む絵はがきのような村、ゴルド。ゴルドはリュベロン自然国立公園の山々を眼下に、ボクリューズ山地の丘の頂上に位置し、緑の木々と畑が織りなすモザイク模様に囲まれた美しい景観が広がっています。石造りの家々と岩肌が見事な調和を見せ、特有の曲がりくねった石畳の坂道を登ると、ゴルド城前の広場で人々が泉の周りで会話を楽しんでいます。このロマンティックな光景が広がるゴルドは、フランスの最も美しい村の一つにも選ばれ、人気の観光地となっています。
イタリア湖水地方に位置する美しいオルタ湖の東岸に静かに佇む魅力的な村、オルタサンジュリオ。湖に浮かぶ幻想的なジュリオ島と世界遺産に登録される丘の上の礼拝堂群が人々を魅了しています。この地域は神の水彩画と称賛され、完全な調和の風景が広がります。湖畔の町オルタサンジュリオには世界遺産の聖地サクロモンテの礼拝堂群があり、ミシュラン二つ星のレストランも人気です。ジュリオ島には12世紀の教会があり、壁一面に描かれた見事なフレスコ画が残るなど、歴史と自然の美しさが共存する感動的な景観が楽しめる場所になっています。イタリア北西部のリグーリア海岸に位置するベルナッツェはチンクエテッレの中でも特徴的な町で、ユネスコの世界遺産にも登録されています。カラフルな民家が並ぶ美しい街並みとローマ時代からの港が魅力です。サンタ・マルゲリータ・ディ・アンティオキア教会はリグーリアンゴシック様式で、高さ50メートルの八角形の塔が特徴です。旧ドリア城の見晴らし台や香り豊かなハーブで縁取られた狭い路地も見どころで、地元の料理としてアンチョビや特産の甘口ワイン、シャッケトラなどが楽しめます。この地の色鮮やかな家々は訪れる人々の心に深く刻まれる美しい情景を提供しています。イタリアのプーリア州南部に位置するオトラントは、透明度の高い美しい海で知られる夏の避暑地です。イタリア半島の最東端にあるこの小さな港町は、イタリアの太陽が生まれる町とも称され、ヨーロッパセレブにも愛されています。美しいエメラルドグリーンの海は毎年バンディエラブルーに選ばれ、近くのズインズルザ洞窟も神秘的な観光スポットとして人気です。また町にはヨーロッパ最大の床モザイクを誇る大聖堂があり、カラフルなモザイク画や歴史的な礼拝堂なども観光の魅力となっています。ローマから東へ約50キロメートルに位置するスビアーコはイタリアの美しい村として知られています。透き通ったアニエーネ川が流れ、古代ローマ時代から水源として重要視されていました。またこの町は多くの修道院が点在し、特に1465年頃にイタリアで最初の活版印刷が行われた歴史的な場所としても有名です。自然の美しさと歴史的背景が交錯するスビアーコはイタリア観光の隠れた名所といえます。スペイン、アラゴン州テルエル県にあるアルバラシンは中世の雰囲気を色濃く残す美しい小村で、2016年にスペイン10大美村に選ばれました。赤茶色からピンク色の建物、細い路地、坂道、城壁などが特徴で、村全体がまるで写真のスポットのようです。11世紀のアルバラシン王国が起源で、アラブ時代の名残も感じられます。村の外れには鉄器時代の壁画も残っており、散策好きには最適な観光地です。最高点の城壁からの絶景も見逃せません。この静かな村は大都市の喧騒から離れ、中世の世界に迷い込みたい人々にとって訪れる価値のある場所になっています。オーストリアのザルツカンマーグート地方に位置する
美しい湖畔の町として世界の湖畔で最も美しいと称される場所、ハルシュタット。ハルシュタット湖とダッハシュタイン山海に囲まれたこの町は世界遺産にも登録されており、2500年以上の歴史を持つ岩塩湖があります。ケルト語で塩を意味する春から名付けられたこの町は、古代の墓地や青銅器、鉄器などが発見された場所でもあります。岩塩はかつて白い黄金と称され、その富によって美しい町並みが維持されています。映画サウンドオブミュージックの舞台にもなったこの地は観光名所としても人気があります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。